デジタルトランスフォーメーション、そして現在のコロナ禍の影響を考えますと、これからますます技術がビジネスをリードする時代になると考えています。 NTT データはシステムインテグレーターとして約30年以上の歴史を持っておりますが、お客様としては観光庁の公共、金融機関の金融、いろんなお客様の法人分野の3つの分野から成り立ってございます。現在お客様はコロナ禍の影響を受けまして、通常のシステムに対する投資が抑制された状況にございます。特に営業活動やそれからシステムの運用面に関して、非対面での営業、それから無人化の運用、これらが非常に大きくお客様のニーズとして顕在化してきてございます。その中でもクラウド、それからセキュリティや運用、それからソフトウェアのモダナイゼーションなどについて、お客様のコロナ禍での対応に応えようとしてございます。もともと NTT データは一つのベンダーや一つの製品にとらわれることなく、マルチベンダーを標榜してこれまで仕事を行ってまいりました。そういう意味ではレッドハットが行っているオープンイノベーションの考え方にかなり近く、私たちとしてもその考え方を取り入れ、お客様に対してベンダーロックインのない製品提供をしたいという思いから、レッドハットとのコラボレーションを選びました。最近のコンピュータシステムの傾向としては、大規模で長期間開発するものがかなり減ってきており、非常に小規模で短期間での開発が増えてきています。そういう意味ではレッドハットが提供しているオープンスタック、そしてオープンシフトのコンテナの技術を使った小規模でアジャイルな開発が望まれており、最近の例ですと金融系のミッションクリティカルシステムでデントランスと呼ばれるシステムを私たち持っておりますが、そのシステムのコンテナ化を達成しました。その時にオープンシフトを使い、レッドハットさんからのサポートも受けてビジネスを成功させることができました。現在私たちはレッドハットの CCSP、 それからオープンシフトのプラクティスビルダー、それからオープンシフトのマネージドプラクティスプログラム、この3つに参加しています。で、特に CCSP に関しては価格の低減に非常に役に立っています。まあ、この後もコロナ禍の影響は続くと見ておりまして、オープンイノベーションを標榜するオープンソースを使ったビジネスがますます広がっていくというふうに思っており、NTT データとしてはグローバルのビジネスを伸ばすために共通の技術を使っていくことを考えていきたい。で、その技術はオープンイノベーションであり、オープンな技術であることが重要だと思っています。そこでレッドハットの皆さんと一緒にオープンソースの集合値を使って私たちのビジネスを拡大していきたいというふうに思っています。